皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット青の円盤パート70やっていきましょう。今回も前回に引き続き空飛ぶタイムアタックと特別講師イベントを進めていければと思います。そう、前回は空飛ぶタイムアタックで初級中級上級とクリアすることができましたが、その後超級が出てきたんですよね。超級どれくらい難しいのか、そしてどんなコースなのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。上級までは全部の輪っか MK さんは一応くぐれてますからね。よし、じゃあ挑戦していきましょう。超級コース、超級コースですね。超がっちりと言ってらっしゃいませ。そう、なんか超がっちりとの部分が毎回毎回変わってきてるんですけど、まあそんな小ネタはいいとして、ちょっとこれ集中しないとやばいかもな。そう、コイルだけじゃなくてレアコイルの輪っかも出てくるようになったんですよね。レアコイルの輪っかは5秒分ですので、まあ完全クリアとなると無視するわけにはいかないでしょう。よし、いきますよ。ほんと目標は全部の輪っかくぐることですから、今のとこくぐれてますからね。あー、ちょっと大きく移動しすぎだな。このまままっすぐだと通れないか。はい、オッケー。まず1個目で、右に曲がっていくようですので、その危ないよ。1個前の輪っかから意識していき、待って、何が正解だった今。ちょっと待って、全然わかんない。今何が正解だった？え？ちょっと待って、全然、ごめん、全然違うルートやってるわ、多分今。これは最初からやり直すしかないな。急すぎないか、そのカーブ。だとしたら。いや、今のもショートカット扱いなのか。いや、でもさすがに5秒はくぐってかないと、多分後で秒数が足りなくなっちゃいますよね。ということで、もう一度行きましょう。ちょっと今のは、待て、下に行くのね。レアコイル、うわー、わかりづらいよ、その輪っかは。下行くのな。いや、だとしたら3つ目の輪っか、ちょっとさ、下に向けといてくんないか。はい、まずここ1個目。危ない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 。はい、2個目で、こう来て、落ち着け落ち着け落ち。はい、3個目。今んとこ全部くぐれてるよ。まだ3個だけどね。はい、で下行くのが正解。いや、これ5秒カウントで、うわ、どっちが早いんだろうな。いや、でもどっちが早いっていうか秒数残せるんだろうな。うわー、微妙微妙だけど、まあ一応ちょっと下を選んだということで。危ない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 。今んとこ全部くぐれてるよ。今んとこ全部くぐれている。レアコイル全部くぐれてるよ。いいよ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 。はい、41秒。下が正解か。こうやってレアコイルでも動かないやつは助かるわ。ということで、あー、ちょっと今突っかかってしまいましたが、コイルでも動くようになったよ。まあコイルは結構輪っか広いからさ、動いててもあんまり関係ないっちゃ関係ないかもしれませんが、はい、今んとこ OK。 38秒。全部くぐろ、本当に上級まで全部くぐれてるわけだからさ、全部くぐりのクリア映像をね、皆さんにお見せしたいところでございます。ちょっと動きすぎかな、君。あぶね、動きすぎだったよ、今のレアコイル。おかしかったって。はい、いいよいいよいいよ。今んとこノーミス。いや、こういう固定助かる。ここサイドンがいたんだよな、確かな。テラスタイプのな。で、待って待って、何が正解、こっちが正解。いや、これルートが分かりづらい時あるな、マジで。あー、ミスった。いいよいいよ、1個ぐらいいい、全然いい。目標はもちろん全部くぐ、ていうかルートが何、待って、ルートがさ何個かある気がする。これ全部くぐるってのが不可能なのか。うわー、わかんないな、1回やっただけじゃ。うわ、ほら、こういうさ、輪っかと輪っかの間があまりにも広い時もあるんですって。他のルートがあった今。うわー、どうなんだろう。ほら、このレアコイルとかちょっと向きおかしい気がしません？ぐるっとなんか岩の周り回るみたいなルートがあったりしたんでしょうか。30秒。今んところ危ない。秒数は大丈夫ですけども、今の危なかった。レアコイル5秒はミスりたくないよね。30秒余裕があるよ。はい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 。てかマジでキャニオンエリアだけでこんな飛ぶってことは、今からサバ、うわー、やばい。まあまあまあ、いいよいいよいいよ。サバンナエリアとか行くとしたらマジで長いコースなのでは。いや、これさ、残り秒数で計算されるからさ、何分一コースぐるっと回るのにかかったのか分かんないんだよな。普通タイムアタックって言ったらさ、ゴールまでどれぐらい時間がかかるかっていうのを測定するものだと思いますけども、この空飛ぶタイムアタックはちょっとルールが違うっぽいんだよね。ほら、こういうさ、ちょっと違ったルートにあったりもすんのよ。今のところも若干外れ、待って、ゴールあるな。ゴールあそこにあるぞ。これ行っちゃっても、うわ、
いやちゃんと行こうか、ちゃんと行こうか。今さ20秒あったらさ、向こうに突っ走ってってもゴールできたっぽくない？うわどうなんだろう。ちょっと招待ショートカットを決めたいという方はチャレンジしてみてください。いや行けたっぽいな、20秒もあったらな。はい、そしたらここもさらに回って行きまして、急なんだってさっきから。いや今のとこもさ、これ下のルート入んなくても向こうに行けるよ多分。MK さん律儀に全部通ろうとしてるじゃん。これがなんか逆に遅くなってる気がする。あー通れなかった、そしたら待てよ。うわ今のもさ、今のルートが正しいのか本当に、でくぐってくぐって、このややこしいんだよな、石が同じ青く光ってるからさ。電気石の岩窟の電気石とこのレアコイルの輪っかが非常にややこしい。今の通れてないか、通れてたと思いますけどね。やばいやばいやばい、ちょっと待て、やばい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 、何個か逃した、何個か逃して結構時間かかるよ。そこまで行って、ここ抜けたらポーラエリアでは、ここ抜けてポーラエリア、残り15秒、大丈夫か、ちょっと心配だが、この辺のレアコイルでミスるわけにはいかないですね。 OK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  全部通ったよ。で洞窟中行くの、うっそ。くぐったらレアコイル固定、ありがたいね。20秒くらい常に残しているイメージでしょうか。はい22秒でちょっと距離あるよ。えどこどこ、あぶ、いや分かりにくいって、今のはさすがに今のはさすがに分かりにくかったよ。次どこ行くのか、でセンタースクエアのところをぐるっと回るんでしょうか。はい自販機のあたりもなんとかくぐっていきましょう。ほいほいでいいですよ。うわ雨降ってる、どういうこと、どこ、センタースクエアが雨降ってんの、分かんなかったね今。コーストエリアは雨降ってない、あー今くぐったか、ギリギリ、危ねー、羽だけ当たっていたイメージでしょうか。ちょっと遠すぎるな、てか長すぎるな。えこれ一周すんのマジ5分ぐらいかかる、やばくないこんな長いことあります、長級コース。そしたらここで全部のエリア行くとしたらさ、まだサバンナ行ってないよこれ。今キャニオンコース、キャニオンポーラコーストって来てるから、サバンナだけ行ってない、多分行くことになるんだろうな。コーストエリア、この辺も懐かしいですね。水五郎とかがこの下のところにいたイメージがございますが、それ動、ちょっと待って待って、どういうイメージ、どういうイメージ、どっちからくぐるイメージだった今。で上、そこ無理だ、そこ無理だけどその上無理か、あーやばい、あーゴールだ。サバンナエリア行かないんかい、ちょっと突っ込みたいところではございますけども、なんとかこのままゴールイン。まあ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 、全然輪っかはくぐれてなかったけど、長級コース全部くぐるのはちょっとね、現実的じゃないなと感じましたので、今のでゴールでいいでしょう。 OK っていうか、全部くぐれるのか怪しかったぞ今。なんか無理やりやればくぐれんのかもしんないけど、ショートカットとか考慮するんだったらくぐれなかった気がするな。おめでとうございます、信じられない、上級コース初クリアですね、心からお祝いを申し上げます。こちら BPO 盛りだくさんどうぞ。えもしかして200からだから500、うわー、ちょっとみんな空飛ぶタイムアタックで BP 稼ぐのありだぞ。そして長級終わりましたけど、この次はないという解釈でよろしいか？ないですね。ということで、空飛ぶタイムアタック完全クリアでいいんじゃないでしょうか。そう、MK さんは真の完全クリアを目指しておりますから、こういうところもしっかりやっておきたいですよね。ということで、よし、じゃあ特別講師イベントやっていきましょう。今回 MK さんどうしても呼びたい先生が一人いましてですね、リーグ部の方に飛びまして、ずっと早く呼びたいな、早く呼びたいなと思っていたので、今回呼んでいきましょう。もちろんその先生は、BP 支援じゃないですよ、特別講師を呼ぶにして、はいこちら、はいミモザ先生でございます。 200BP でミモザを招待しますか。はい招待します。いやなんだかんだやっぱり MK さん、今回のスカーレットバイオレットミモザが一番可愛い気がしちゃうけどな。いやでもなんじゃもちゃんも捨てきれないか。失礼します。おーミモザ先生、ここが新しいミモザの医務室になんのね。違う
違う。ここは医務室じゃないよ。ここリーグ部の部室でございます。で、ミモザもね、戦うことができますので、戦っていきましょう。確か学校最強大会の時はスリーパーとか、ドヒドイデとか出してきてたよな。ミモザさん、あ、やっぱりあんたが呼んでくれたんだ。そう、ギャルなんだよな、結構喋り方が。急に出張とか言われて超びっくりしちゃった。しかもアカデミーより先にこっちで初授業任されるなんてね。頑張ってください。そう。なんか試験かなんか受かったんだよね。他人事だからってあんたね。でもせっかくあんたがくれた機会だしね。ミモザの医務室出張版やってやろうじゃないの。出張版よし、じゃあ戦いましょう。MK どうしたの？私と勝負したかったり。あ、ちょっと待って、パーティー見させてくれ。今どうなってるんだったっけ。ちょ、待って、ラウドボーン戦闘の方がいいな。で、どどげた。この回復ちょっと満タンの薬とか、ね、勝手に使ってもらっていいんですけどね。よし、行きましょう。MK どうしたの？私と勝負したかったり。もちろん勝負させてください。ふう、暇だしいいよ、付き合ってあげる。行きましょうか。ちょっと怖いな。ちょっとレベルアップしてるだろうからね、どれくらいまで強くなっているかという感じでございますが、いやー、かわいい。かわいい。教師のミモザが勝負を仕掛けてきた。あ、やっぱスリーパーから出してくるんだ。へー。何なんだろうね、このスリーパーから出してくるのは。でね、なんかね、タイプ統一じゃないんだよね、他の先生とかと違って。まあ他の先生もタイプ統一じゃない人いるけど、何なんだろうな。あの鬼氷とかも、あとはバチングにも使ってきてたかな、前。ちょ、わかんねえんだよ。なんかさ、戦術的にちょっとこうずる賢いというか、いやらしいなんか、やり方してくるっていうイメージだと思うんですよ。スリーパーも多分催眠術ぶっぱなので。で、催眠術ぶっぱで、バチウニとかも基本、まあ、ちょっとね、麻痺でごちゃごちゃしたりとかさ、ドヒドイデとかも毒でね、ごちゃごちゃしたりとか、そういうこう、鬼氷とかも、村木鬼氷とかってやっぱりさ、ああいうこう、なんだろう、受けの変なポケモンばっか使ってくるみたいなイメージなんだと思います。ということで、鬼氷出てきました。村木なんだろうけど、まあ、フレアソング一発で倒してしまいましょう。80レベか。学校最強大会の時何レベ？70とか、あの時。え、もっと下か？ 60 とか65か、当時は。クリア後だから、まあ、そんなもんかもしんないな。ということで、鬼氷も倒せました。学校最強大会か、特別講師でしか戦えないもんね。教師のミモザはシビルドンを繰り出そうとしている。そう、シビルドンもね、電気単体だけども、浮遊というね、地面が当たらない電気ポケモンですので、若干これも変なポケモンではあるんですよ。そういう統一なんだろうな。はい、ということで、ラウドボーン、フレアソング。まあ、フレアソング、6立てで、ちょっと申し訳ないですけど、ドヒドイで水タイプだから、ちょっと、フレアソングじゃなくてシャドーボールに変えた方がいいかな。ということで、はい、次はバチンウニ。あれ、1匹増えてる？学校最強大会って6匹なんだっけ、5匹なんだっけ。ちょっと MK さん、曖昧ですけど、その辺。はい、ラウドボーンのフレアソング。バチンウニもね、そんなに耐久が思いっきりね、高いわけじゃないですから、オッケー。そう、まあ、あれだ、生拳ほど受けかと言われるとそうでもないんだよね。生拳は完全にこっちから攻撃できないっていう。まあ、お、メガニウムって持ってたっけ。あれ、もしかしたら1体増えてるかも。メガニウム増えたんじゃない。へえ、そうだよね、だって御三家、あ、そうだよね、御三家だもんね。増えたわ、メガニウムは。なんでメガニウム、あ、でもメガニウムも確かにな、ギガドレで何、ヤドリギの種とかそっち系でしょ、光合成の。あー、やっぱそのいやらしいポケモンなんだ、戦術がやば。なんかミモザ先生、そういうなんかちょっと見方変わるな。ということで、ドヒドイでこれが最後でございます。もうやだ、負けそう、超ありえないんですけど、やっぱりちょっとギャルなんだよな。ということで、ミモザはドヒドイでを繰り出した。ドクテラ、あ、ドクテラスだよな。だとしたらフレアソングでいいや。イケてるよドヒドイで、あんたのオンステージなんだわ。いや、そう、多分ね、毒だと思う、毒テラスだったはず。よし、まあ最後がドヒドイでというのもね、まあミモザらしいっちゃミモザらしいところでございますけども、来たー、毒だー。だったらフレアソングで大正解でございます。このまま突っ切ってしまいましょう。ドヒドイでも MK さん結構剣盾の頃育てたりしましたが、強いんだよねドヒドイでもね。OK、 素晴らしい。急所をめっちゃ当てるな。多分今急所じゃなくても倒せたと思いますが、どっちかっていうと防御寄りなんだよな、所属地的にはな。オッケー、なんとか勝利することができました。教師のミモザとの勝負に勝った。いいね。
唖然としてますけども、ちょっと本気出しすぎなんだってば。まあ一応ね、あのパルデアでもチャンピオンですし、ブルベリーグでもチャンピオンに勝った絵をやらせてもらっておりますので、はい、チャンピオンが私なのかブルベリーグって、その辺曖昧だよな。子供っていつも全力でやばいわ。あんたは特に強すぎんだから、もう少し手加減しなさいよね。私に勝ったから映えポーズ教えてあげる。何？デコピース妹？何それ？まだギリギリダサくないと思うけど、自己責任でよろ。結構これあれか？昔のやつか？これでいけんのかな？デコピース妹、来た！はい。ちょっと昔かもな。ちょっと昔かもしんないよ、ミモザ先生、これ。じゃあちょっとこっち見てもらって、笑顔でこっち向くパターンないんだ。じゃあこれでパシャリ、オッケー、デコピース妹。ちょっと後ろのポリゴンが変ですけども、はい、ということでなんとか撮影することができました。そしたら他に呼んでないのが八作先生、1回呼んだけど2回呼んだか、ちょっと忘れちゃったけど、多分次で、交換できると思いますので、ポケモン交換やっていきましょう。八作先生、どこ行った？あ、いたいた。またカキツバタと話してると思いきや話してはいないのか？まさか他校でも教鞭を振るう機会をいただけるとは嬉しいですね。そういえばこの学園では美術教師としての小生と四天王としての小生、どちらを所望されているのでしょうか？どうだろう。いやでも美術教師じゃない？特別講師だから。いやどっちもどっちか。そうであれば良いのですが、この前美術の授業をしたところあまり反応が良くありませんで、なんか美術ってね、人選ぶんすよ。 MK さん美術部だったから、あの八作先生のね、あの授業聞くよ。小生の思い過ごしですかね。そういえばブルーベリー学園はポケモン勝負に力を入れていると聞いたことがありますね。次回は深丸先輩の実践授業を行うとしましょうか。いたな深丸先輩、テラスタルのあれとかやってたよね。アドバイスありがとうございますですよ。あ、これ2回目か。なるほど。もう一話しかけしないといけないみたいですね、これは。はい、じゃあそれは次回にするとして、そしたら次回ちょっとサザレさんイベント進めたいと思いますので、パルデアの大穴向かっていきましょうか。一旦回復したいのでポケモンリーグに飛んでいき、空飛べないよ。ポケモンリーグに飛んでいきましょう。よく見たら今のあれだな、左の段ボール脱出ボタンだ。そう、脱出ボタンってね、ブラックホワイトから追加されたアイテムで、まあ、攻撃されたら脱出するってやつなんですけど、デスカーンとかで使われてるイメージですよね。デスカーンはミイラっていう特性がありましてですね、まあ、無効化なんですよ。特性無効化っていうのがあって、そのミイラをね、物理攻撃を受けると、相手に移せるっていう特性で、デスカーンを初手で出して、ポンって攻撃されたところで相手にミイラを移して、脱出ボタンで帰っていくみたいな、しかもそれを、ケッキングで追って、ケッキングで先制攻撃することによって、ミイラをもらってね、ケッキングの怠けを消すみたいなパーティーがありましたよね。いや、MK さんも当時作ったと思う。面白いよね。そう、こういう感じで脱出ボタンは使われていた感じでございます。そう、ケッキングにミイラを移してみたいなのはダブルバトルでもよく見た戦術ですけども。よし！エリアゼロ行くか。ここ上登るんだよね。あ、オッケー。で、直接入ればいけんだよな。あれ？直接エリアゼロの観測ユニットに飛ぶことはできなかったはずですので、こうやって登っていくしかないでしょう。もう中入っちゃうよ。パルデアの大穴で、この雲を突き抜けてね、レッグザが来たと言っておりましたが、中入ります。パルデアの大穴っていうか、エリアゼロってさ、なんか夜だと夜なんだっけ？それともエリアゼロのところは夜でも昼？なんか昼のイメージしかないよね。あ、夜でも昼だ。ちょっといきなりで今めちゃくちゃ眩しかったわ。皆さん大丈夫ですか？目眩しくなかったか今。あ、チオハン羽根。かわいいね。ていうか、見つけれるか？あの写真見た感じ、どっかの、なんか台の上みたいな、たけるライコの方が簡単くさいけどな。うわー、でもうがつほむらから行きたい感はあるよ。いるかな？なんか、虹が出てる。たけるライコはね、多分ね、その、水のところが足場だったから、その辺だと思うんだけど、うがつほむ、この辺か？ちょっと怪しくないか？うがつほむら、いますか？待って、冷静に。写真撮ってこいじゃないよね。いや、そうじゃなかったんです。写真撮ってこいじゃなくて、捕まえていけばいいんだよね。
写真、おー、いた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 、確かにこの辺だった気がしたんだよ。ヨウシウガツホムラ、近づいていくと写真なんかイベントが始まっても嫌ですので、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回ウガツホムラ戦からやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、写真撮っちゃった。